はい、夜プレイです。夜プレイです。あら、あゆみちゃん。はい、武蔵また入ってきてんな。夜プレイです。来た来た来た。いやいややな。はい、で、クロちゃんじっと見とってんやお前今。はい、もっちも来たな。はいはい、ライドラちゃんに、あゆみちゃんに、サイちゃんに、セブンちゃん、おいで。セブンちゃん、武蔵。武蔵そんなしたらあかん、お前。自分の家ちゃうんやから、ここ。全部にちゃいってます。ドラちゃん。ドラコちゃん。はい、ドラちゃん。はい。ドラコちゃん。まあ、今日はね、朝、まあ、動画にせんかったけど、水増し缶詰。水増しちゃうね、缶詰。ね、前夜にやって、ご機嫌かな。そんなにやっぱり、缶詰やった日はご飯食べんねんね、ね、そんなに。なあ、まやちゃん。なあ。誰や、クロちゃん。何してんや、お前、クロちゃん。え、証明してるそこ。ちゃうな。なんかお前、匂い取ったんじゃ、今。武蔵、証明しょるか、あいつ。言うてたしょるかもわからんから。はい、ベリーちゃん。ベリーちゃん。なんか、猫じゃないね。ハリネズミみたいな感じやねん。ベリーちゃんは。ごっついもんね、毛が。やばい。ハリネズミみたいに、ベリーちゃんは。はい、サイちゃん。サイちゃん今日はさ、えらい走り回っとったな。なあ、うんこした後。なあ。あゆみちゃん、ご機嫌ですか。はい、それと、クロちゃんもね、クロちゃん。はい、まやちゃんに。まやちゃん。あと、はい、リングちゃん。リング。リングちゃん。はい。そうそう、この前、リングで思い出したんやけど、リンちゃんとセイ君のね、写真送ってもうて、ね、見ててんけど、ね、仲良くやってるような感じで良かったですね。まあ、明けましておめでとうのね、挨拶やったかな。あ、今年もよろしく、あ、今年もいろいろやったから、その時に送ってもらえて、ね、りんちゃんと、せいくんね。はい、希望。はい、セブン、セブン。あ、出てきた。まあ外いてないからね、今日キーボード中おるから。はい、ニック。ニックもあれやな、おしっこのちょっとペーハーチェックしようかな。久しぶり、ちょっとシート取ろうかな。あ、ちょっとペーハーどんなもんかちょっと見てみるわ。ペーハーコントロールのね、ご飯が果たして良くなってるかいうことで、ちょっと明日夜プレで撮ろうかな。今日シートこの後撮ります。はい、みこちゃん、みこちゃんと、みこちゃんご機嫌かな。みこちゃんかわいいね。もうこの系のね、猫もかわいいね。キャラ君に似てるから。はい、あ、撮れたな、こっちのやつは。なあ、エロちゃん、みこちゃんが自分も来てくれんの、ごめん。ちょっとたまんねんな。よしよしが。なあ、猫ちゃん。かわいいな、お前。立派な猫や、お前は。なあ。なあ。ね、ええ猫だった、お前は。かわいいかわいい。この部屋会うてんな、お前な。はい。それと、もうね、他やったらあかんねん。あ、もう食べたんか、お前。入れたのに。はい。ここはもう決まって、ブルーちゃん。ブルーちゃん。はい、ブルーちゃん。ね、ブルーちゃんに、エルサちゃんに。はい、ウリーちゃん。これとも、ね、モカちゃん。ね、ここは変わらんね。ここにレオちゃんがね、また入るんやろね。
まあ、レオちゃん今日もちょっとチェックしてね、もしよかったらもう明日でもね、話そうかなと。まあ、昨日、測り方がね、反対やったということで、それと、これ、書いてあるんやけど、どこやったかな。これ書いてあるんですよ。何秒いうの分かるかな。これ上のやつと、60秒と、直後いうやつが2つ、ペーハーも直後なんですよ。これ、タンパク質も直後で、キチが30秒だかな。それで、ブドウ糖が60秒。ウロビリ脳源というのが10秒なんですよね。まあ、これ、病院によってはちょっと違うようなも言われてるんで、ね。けど、これ直後いうやつ。これ、ペーハー直後やからね。まあ、こんな感じで。はい。まだ誰や、おしっこ行ったけど。砂がない。よう落とすんよね、これ。さあ、レオちゃん、ちょっと、あれしてみようか。また。ね、これ、まあ、無人カメラもつけてるんで、ね、皆さん、ポンさんがイカサマしてないということをね、ちょっと、お見せしよう思って。それでは、ちょっと、レオちゃんの、お薬と、あれ。ちょっと検査してみます。はい。さあ、それではレオちゃんの、武蔵君がちょっと邪魔して、なかなかやるけど、おしっこ溜まってると思うんだけど、まだチェックもしないよ。はい。綺麗に取らな。さあ、出てるかな。ドキア。はい。ドキア。武蔵君。あ、出てる出てる。ほら、武蔵、おしっこが匂ってる。こんだけ。わかるかな。ここだけ出てます。あ、それではこのおしっこの検査ちょっとしてみようかな。動いた。よいしょ。これをもう。怖いね。よし、それでは、おしっこつけて。はい、いきます。はい、じゃん。わかるかな？こんな感じ。ブドウ糖。ね、これも、タンパク質もそんな悪くないし。ね、ブドウ糖も、ね。これも、あ、これが、ペーハーが7ぐらいね。ペーハーが7。それで、血も全然出てないですね。ね、わかるかな？こんな感じ。こうじゃないよね。うん、こうじゃないよね。こうやね。ここで追ってたと思うんだよね。まあ、どっちにしたかでこれ見てもうたらわかるけど、また逆かな。こうやったと思うんだけどね。これでも見とってくださいね。ね。全然問題ないんちゃうかな、数値は。ね。まあ、こんな感じです。はい。それではちょっと、また、掘ってきます。はい。まあ、見直したから、あれやね、初めの方のが置いてね、下にも都合が置きました。それではちょっとお薬、ね、ちょっとあげます。これ、これの半かけらの半分。便利ですよね、この薬の。これ前にいただいたね、買っておしたのも半分に切れて、それでね、なおかつこれここで粉にできるという、粉にカプセルをやってグリ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 ってね、あそこにレオちゃんあったね。これはもうこれを粉を
入れて、粉し粉をね、入れて、これ、本社長、こっち来なさい。それでは、これ、レオちゃんね、武蔵、武蔵。こっち行きたいんですか。はい、レオちゃん。一人。はい、これで。これ飲みなさい。ね。それではちょっと切り替えて。レオちゃん食べへんのか。機嫌悪いんか、お前。え、ちょ、これ食べへん。はい。はい、お薬飲みや。しっかり食べや。ね、りょうちゃんお薬、まあこれで明日の朝までやってね、もう多分問題ないと思うんでね、おしっこも大量に出てるんで1日2回ぐらいしてんちゃうかな、だからね、何の問題もないんちゃうかな。ほら、まあこのお薬をね、自分で飲んでもらえるからね、まだ楽やけど、これ飲まへんから大変やろね。特に慣れてなかったら特に。まあ、りょうちゃんしっかりチュール好きやから。なあ。みんな早くどんな、治ってって言うてんで、りょうちゃん。心配してる方多いからな。早く治そうね。おいしいか。お薬ちゃきっちり飲みや。そこ大きいのあるわ。そこ食べる。きれいに食べんな、りょうちゃん。もうちょっとだけ残ってんじゃん。もうほんまのちょっとだけ残ってない？もうないか？それでいいか？ね。りょうちゃん、早くどよくなりや。ね。はい、りょうちゃんでした。さよなら三角、また来て四角、ご機嫌五角でまた明日。チャンネル登録よろしくやで。